染症対策に関するお願いをいたします。球場内では必ずマスクを着用し、席エチケットにご協力ください。特にご飲食時などマスクを外しての会話はお控えくださいませ。球場内各所に消毒液を設置しておりますから、こまめな手洗い、手指の消毒をお願いいたします。なお、場内通路は内野外野でエリア分けをしており、内外野をまたいだ移動はできませんので、ご了承くださいませ。またお席を離れるときには密集密接を避けるため、他のお客様との間隔を確保いただき、ご観戦の際は必ずご自分のお席にお座りくださいませ。なお、ジェット風船の使用やタオルを振り回す行為、声を張り上げての応援やお客様同士でのハイタッチなどは禁止させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。またアルコール飲料の過剰摂取はお控えいただきますようお願いいたします。体調不良を感じられた方は早めにお近くの球場係員にお申し出ください。また試合終了後は規制退場を実施いたします。係員の誘導でご退場くださいますようお願いいたします。なお、万一感染者が出た場合でも感染拡大を防ぐため、ご来場日から14日間は入場券の半券を保管していただくなど、座席番号の記録にご協力くださいませ。なお、球場係員はマスクや手袋などを着用し、感染予防に努めて業務を行いますので、あしからずご了承くださいませ。感染症対策へのご理解とご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。京セラドーム大阪では、衛生上の原因を明確にするため、飲食物の持ち込み開始の予定でございます。なお、セレモニーの冒頭から約15分間場内の照明が暗くなる演出がございます。お足元には十分お気をつけの上、お早めにご着席くださいませ。スワローズが勝つ、いや、カープが勝つ、いや、ドラゴンズが勝つ、いや、タイガースが勝つ、いや、ジャイアンツが勝つ。ジェラセリーグ。お客様に本日の予告先発投手をお知らせいたします。タイガース内浪、ドラゴンズ福谷、以上でございます。あの時、僕たちは誓った。見せましょう、野球の底力を。あれから10年、野球の底力で日本を元気に。震災から10年という年で、自分にとって、意味のあるタイミングなんじゃないかなと。僕たちとファンを結ぶオールスターの開催地は、メットライフドーム、楽天生命パーク宮城。